ヘンリー軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15,416人であり、2000年の15,060人から2.4%増加した。軍庁所在地はニューキャッスル市であり、同軍で人口最大の都市はエミネンス市である。ヘンリー軍は1799年に設立され、 軍名は、アメリカ独立戦争時の愛国者、パトリック・ヘンリーにちなんで名付けられた。1990年代以降、特に隣接するオールダム軍に地下が跳ね上がったので、インディアナ州にもまたがるルイビル・ジェファーソン軍大都市圏、重要な巡航外地としての位置づけが増してきている。ヘンリー軍は、アルコール飲料の販売に関して、モイスト軍に分類される。基本的に、 アルコール飲料の販売が禁じられるドライ軍だが、都市によっては、ウェット、すなわち販売が許可されているところがあるからである。エミネンス市は容器に入ったアルコール飲料の販売を認めている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は291.11平方マイルであり、このうち陸地289.32平方マイル。 水域は1.79平方マイルで、水域率は0.61%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。